1961年のハンキューブレーブスでは、1961年のハンキューブレーブスの動向をまとめる。この年のハンキューブレーブスは、徳良勝上監督の3年目のシーズンである。前年優勝争いに絡めなかったものの、65勝65敗6分で5割だった、チームは3年ぶりの A クラス入りが期待されるも、南海との開幕に連戦で、米田哲也、梶本モ雄が、 打線の援護なく敗戦。これが王を引いて、開幕から10連敗し、また接戦に弱く4月30日の対、近鉄ダブルヘッダー第2試合から9連敗で、借金地獄に突入。6月初旬には4連勝するも、一進一退の展開が続いた。8月は7連勝もあって14勝12敗と、勝ち越し、同月に8勝22敗で大きく負け越した。 近鉄とのゲーム差を広げ、最後はその近鉄に十八ゲーム差をつけたが優勝の南海や2位の東映の背中は遠く、最終的に借金三十一で五位に沈んだ。投手陣は、梶本、米田が十七勝、十六勝で、チーム五十三勝のうち半分を稼ぎ、秋元優作、安藤春久が六勝、佐藤君広が四勝を挙げ、防御率を三点台後半にとどめるも、 打線の援護なく、負け越し、中継ぎで、活躍の足立光弘もわずか一勝にとどまった。打撃陣は、中田正弘の本塁打王という明るい話題があったが、チーム打率は、225のリーグ最下位に終わり本塁打も65本で、リーグ最下位だった。この年は2位の投影、前年優勝の大前に12勝16敗とそれぞれ、検討するも、 南海には同一カード10連敗を喫するなど、相性が悪く5勝22敗1分。西鉄にも同一カード10連敗を喫するなど6勝21敗1分と、大きく負け越した。ありがとうございます。